お疲れ様です。今日のウイスキーニュースはですね、ジムビームからハイボール缶がまたまた発売するということで、今回はですねコーラハイボール、まあ以前もね発売してたんですが、今回7月25日から、期間限定でリニューアル発売ということで、缶のねデザインも変わって、もしかしたら中身のブレンドも変わってるかもしれないですね。今ねちょうど、ジムビームのアップルハイボールがね期間限定で発売しているので、もうすでにね飲んだ方もいらっしゃると思いますが、こちらも期間限定なのでね、興味ある方はとりあえずね早めに買っとくといいんじゃないかなと思います。今とりあえずアップルハイボールね、そして、7月25日から、コーラハイボールということで、今ジャックコーク缶がね、話題になってて結構売れてるようなので、ジムビームも負けじとね、コーラハイボールを出してきました。コーラハイボールならではの刺激感と、爽快感を強化するとともに、ウイスキーの余韻をより感じられる中身に仕上げましたということで、やっぱりちょっとブレンド変わってるかもしれないですね。パッケージ上部にはブランドのイメージカラーであるホワイトを背景に、ブランドロゴを、下部には氷やレモンとともに注がれたコーラハイボールをデザインすることで商品の特徴を表現しました。こちらはねジャックコーク缶と違ってレモンフレーバーが最初から足されてます。ジャックコーク缶ちょっと甘すぎるなって感じた方はね、意外とこのレモンフレーバーが甘さをね緩和してくれるので、ジャックコーク缶飲めなくてもこのジムビームのね、コーラハイボールは飲めるかもしれません。 350ml 167円、アルコール度数はですね 6% というふうになってます。ジャックコーク缶が 7% だったので少しね、ライトになってるということです。まあジムビームの売りはもうライトさですからね、ごくごく爽快に飲めるんじゃないかなと思います。僕もね、発売したらちょっと買ってみようと思います。はい、続いてねしばらく、プレゼント企画の、ニュースをやってなかったんですが、レコメンターさんですね、世界最大のウイスキーフレーバーサイトということで、まあ、フレーバーから自分の好みのウイスキーを探せるっていったそういうサイトなんですけど、そちらがね毎月、ウイスキーとかねウイスキーグッズのさまざまなプレゼント企画をやっています。こちらね、まあ、ツイッターをねフォローしとけば間違いなく見逃すことはないと思うんですが、知らなかった方は、この動画の概要欄にねツイッターのリンク貼っておきます。今回はね、バーリベットのオーナーでもあるしずやさん、まあ、ウイスキペディアとかにも出演されているのでおなじみですよね。しずやさんが作った、サキグラスですね、プロデュースされたサキグラスのねタンブラーが今出てるんですよ。まあ、ハイボールだったり水割りだったりとかね、そういうのに向いてるグラスということで、こちらがね今回は2名様にプレゼントとなっています。ツイッターだけじゃなくてインスタグラムでもプレゼント企画やってるので、合わせて2名様にプレゼントということで、まあ1名1名ってことでしょうね。両方ね応募することは可能だと思います。僕も動画の中でたまにこういう風にねちょっと広がったグラスを使ってるのね、見たことある方もいらっしゃると思いますが、そんな感じのね仕様になってて、潜在的な香りをキャッチしやすくなっているということですね。まあ香りがたまるというよりはそのままブワッとこう広がるようにねなってると言った感じですね。抽選のエントリー方法はですね、このレコメンターさんのアカウントをまずフォロー、そして、この抽選企画の投稿にコメント、まあ、いいねも必要なのかな、いいねだけでは応募完了になりませんって書いてます。ちょっとねやり方やっぱり変わったのかもしれないですね。偽物とか現れますからね、まあ、コメントはしないといけないと。そして最後にレコメンターモールというところからキャンペーン申し込みページに応募するということで、それで初めて、応募になります。ちょっとね面倒くさいかもしれないんですが、いろいろね偽アカウントが生まれたりとか、あと不正だったりとか、まあ、いろいろな対策のためにこうなったんじゃないかなと思います。応募期間はなんと、今日です、はい、5月23日の24時までとなっています、まあ、いつものごとくギリギリにね告知するんですが、まだ間に合いますので、あと数時間ちょっと時間作ってね寝る前に応募してみてください。応募方法よくわかんないっていう方はね、このレコメンターさんの抽選企画のねツイートにずらーっとこう応募方法がねわかりやすく書かれていますので、そちらをご覧になってみてください。続いてまたまた抽選企画ということで、抽選企画多いんですよ。今回はですねシーバスリーガルの水なら12年、リニューアルしたばっかりですね、細いねスマートな
ボトルになりました。これは通常のあのシーバスリーガル12年とね同じボトルデザインになりましたね。これがなんと毎日1名様に当たるということで6月30日までありますので、まだまだやれます。毎日やってください。そして、毎日10名様にコースターも当たります。はい、今回ね、シーバスリーガル水なら12年のフルボトルが当たるだけじゃなくて、なんとですね、池田エライザさんの、サインがついてるということでね、これはファンはね何が何でも毎日ね応募した方がいいんじゃないかなと思います。応募方法簡単で、シーバスリーガルのツイッター公式アカウントをまずフォロー、そして、このキャンペーン対象の、ツイートをリツイート。ここでね当たり外れがもうすぐ分かるんですって。その場で当たるっていうキャンペーンらしいのでね。それでここで外れが出た方はそのリプライを、もう一回リツイートすることでダブルチャンスっていうのがあって、ダブルチャンスはですね、なんと水なら18年のフルボトルということで、敗者復活がなぜか通常の12年よりねグレードアップしてるっていう、そういう内容になっています。応募期間は2023年5月22日から2023年6月30日の23時59分までとなっています。まあ、一応日本国内在住で、20歳以上の方ですね。ペルノリカールジャパン株式会社の関係者は応募できませんというふうに書いてあります。デザインリニューアルしてからねまだ僕も飲んでないので、まあ普通のねシーバスリーガル12年の方は飲んだんですが、水奈良の方はねちょっと飲んでないから飲み比べでもしてみようかなと思います。まあ飲み比べじゃなくても、リニューアルを機会にメインチャンネルの方でね、リニューアル動画、以前もね動画にしてるんですけど、リニューアル動画作ってもいいかなと思いますね。まあ、割とこうシーバスリーガル水なら12年って値段そこそこしますので、通常の12年よりちょっと高いのでね、なかなか手が出ないっていう方もいらっしゃると思いますけど、これを機にね、ぜひ応募してみてください。当たるとね飲む機会になるかもしれません。はい、最後はですね、サントリーから、ウイスキー作り100周年のねスペシャルなボトルが発売するということで、なんとね今のところ海外だけです。はい、日本でね発売するかちょっとわからないんですが、多分発売するんじゃないかなと思います。これでちょっと海外だけだったらねクレームが来るんじゃないかなと思いますので、その内容をねとりあえず発表したいと思います。100周年にはですね、なんと、水なら樽のみで最低18年間熟成された山崎の18年水ならが発売します。そしてさらにはですね、白州18年のピーテッドも発売するということで、なんと年数表記がついたね、しかも18年表記のスペシャルな2本となっています。いや、これはちょっと飲んでみたいですね。以前もねこの山崎18年水ならっていうのは、2017年にね発売しました。その時も18年表記がついて、一応名前はね山崎水なら2017エディションという名前だったんですが、18年の表記がついてましたね。その時は国内で1500本限定で発売していて、価格はなんと、税別で10万円しました。はい、かなりね高額でしたね。その時でも、まあ、その時今からもう6年前ぐらいですけど、まあ、かなり欲しい方も多かったんじゃないかなと思います。そしてねその時抽選販売もされたんですよね。僕はね当たりませんでした、残念ながらね。だからね入手はできなかったんですが、今回もね、抽選販売をやってくれることを願っています。はい、で今回ね価格がなかなか高くてね、1本あたり、希望小売価格1200ドルを予定しているということです。これ日本円にしたら、16万6千円ぐらいなんですよ。大体めちゃくちゃ高いですね。まあ2017年からしたらいろんなものが上がってますからね、エネルギー高だったりとか、日本で言ったら円安になってますしね。だからまあ日本で発売するときはもしかしたらもうちょっと安いんじゃないかなとは思います。その根拠はですね、去年2022年に、山崎の、作り分けセレクション2022エディションというのが発売したんですね。それは、2020年に発売した、構成原酒シリーズ2020エディション5種類出てたんですが、その中から4種類ね、2022年に海外限定でね発売しました。
その時ね、各450ドルもしたんですよ。そして、水ならだけはね、620ドルということで、かなり高かったんですね。だからまあ海外は結構高いのかなと思って、日本で出る時はもうちょっと安いということを願いたいですが、まあ1本10万円以上は普通にするでしょうね。はい。一応ね、海外のサントリーの公式サイトでは、商品画像がね、出てて、一応詳細も若干書いてあるんですね。そして海外のウイスキーニュースでもすでに記事になっていました。5月23日にニューヨークで開催されるハウス・オブ・サントリー100周年で、キアヌ・リーブス主演の、ソフィア・コッポラ監督の短編映画とともに、お披露目されるということで、できればね、先に日本で発表してほしかったですが、海外が先のようです。まあ、このまま日本で発売しないなんてこともね、全然ありえますからね。ただ100周年なんで今年を逃すっていうことはないんじゃないかなと思います。日本だけ来年発売とかね、そういうことはないんじゃないかなとは思うんですが、どうでしょうかね。今ちょうどあの100周年記念ラベルがね、山崎と白州、ノーエイジと12年各ね4本ですね、全部合わせてね、それが発売しているということで、まあ、続々とツイッターとかで、購入報告ありますが、僕はねまだ入手できていません、残念ながらね。今回も特別なラベルになるかと思いきや、意外とラベルはシンプルですね。記事にはものづくりをイメージした特別な色イラストが書かれているというふうに書かれてたんですが、これは100周年ラベルの方を言ってるのか、ちょっと今回出るね、水ならとピーテッドの方のことを言ってるのか分かりませんでした。この画像を見る限りではね、絵は書かれてないですね。まあ、どちらにせよこの100周年ラベルの方もなかなか店頭に並んでるのをね、買えないという方も多いと思いますが、一応記事の中でも、福吉慎二さんがチーフブレンダーのね、過去10年間で、設備投資に4億3400万ドル近く、投資してきて、その多くは生産能力の増強と、あとは熟成庫の、ね、拡大に充てられているということなので、もうそろそろね、その成果が出てきて、もうちょっと買いやすくねなってくれたらなとは個人的には思いますね。まあ、世界的にも日本もですけど、ジャパニーズウイスキーの需要っていうのはどんどん右肩上がりで上がってますから、なかなかそれに対応するのは難しいかなとは思うんですけど、まあ、サントリーの場合は販売本数とかをね絞りながら調節して出しているので、原酒をどんどん消費するような売り方はしてないんじゃないかなと思います。どうでしょうかね。まあ、またね、追って日本で発売するとか、あとは抽選販売するってなったら動画の方でね取り上げたいと思います。はい、今日はですねレンズです。はい、なんか毎回今日はレンズですって言ってるような気がするんですが、こちらタムロンです。またタムロン、こちら購入しました。タムロンの 28-200mmF2.8 から 5.6 の RXD ということで、めちゃくちゃね、今まで紹介してたレンズとそっくりだと思うんですが、なんと28から 200mm までの望遠レンズ、望遠ズーム、かなりね利便性の高い望遠ズームですね。これねめちゃくちゃいいです。っていうか発売してんの全然知りませんでした。本当にね、レンズを調べれば調べるほど、あれこんなレンズあったんだっていう感じで、いつもこう価格 .com とか見てるんですけどね、まあフルサイズデビューしたのがちょっと遅かったんで、いろいろ知らないことが後からポンポン出てくるんですけど、こちらね、最安価格で新品 74,182 円、そして、中古価格は 69,000 円、めちゃくちゃ安いんですよ。もうフルサイズのレンズとしては、こんなスペックのレンズがもう10万切るなんてね、しかも7万4000円とかで買えるわけですからね。はい、これ新品で買ったんだったかな、確か新品で買いました。あ、そしてねこれね全然売ってなくて、思い出した、もう買ったのちょっと前だったのでね、どう買ったのかも覚えてなかったんですけど、今思い出しました。これねちょっとねプレネで買ったんですよ。オークションで買ったんだ、ヤフオクでね、新品で。で、なかったんですよ。これどうしてもね、仕事でというか YouTube の撮影で必要で、急遽購入したんですが、そうだ、どこ問い合わせても売ってなくてね、まあ、ショップ、価格 .com のショップリスト見ても全部売ってなくて、あ、一件だけ見つけたと思って、注文したら、なんとですね、
在庫ないのにカートに入れれるようになってて、購入できるようになってて、しかも在庫あります状態になってたからね、あ、よかったと思って、そしたら後からメール来て在庫ありませんでしたみたいな感じになって、いやひどいと思ってね。でもうしょうがないと思って、時間もないし探してる暇もないし、オークションでちょっと高い値段でも買うかということで、まあ、何千か高かったぐらいですね、まあ、1万までいかなかったと思いました、はい。でこちらね、2020年の6月25日にはもうすでに発売しているレンズで、なんと重さが 575g ということで驚異の軽さ。今までね紹介してきた、以前紹介したこのタムロンの、2875、2世代目、これ1世代目、もう全部見た目一緒パッと見超似てますよね。これがね、まあ、全部同じ、ほぼ同じ、重さと大きさということで、高さで言ったらもうちょっと低いんじゃないかっていうぐらい、これの方がね、ちょっと低いですね。いやすごいですよねタムロン、28から200までですからね。もちろん伸ばした時はめちゃくちゃ伸びます、はい。こんな感じでね、全部伸ばしてみよう、はい。あ、これ伸ばした時短くなってんですね、すごい知らなかった、はい。こんな感じ、面白いですね、もうそっくり見た目でフィルター径もね一緒、 67mm です。でもまあ問題点は一つ挙げるなら F2.8 から 5.6 ということで、まあこう変わってしまうと、F 値がね、だからズームした時にちょっと暗くなってしまうんですよ。それがねやっぱりちょっと嫌だなって思ってる方いると思うんですが、そもそもねこの28-200で F2.8 始まりでね 5.6 ってこんなレンズないんですよねないからもう一択というか、そしてこの軽さ、ソニーから一応ね純正レンズで似たようなスペックのやつ出てるんですよ。それはね24-240 っていう、さらにねズームできるやつ出てるんですが、それね F3.5 始まりなんですよ。 3.5 から 6.3 ということで、しかもちょっとレンズとしてはね古いんですね、2015年発売ということなんで、ちょっと使う気起きないなってなんとなく思って、やっぱりレンズって新しい方がね機能良かったりしますし、アップデート来てなかったら嫌だなと思いますしね。しかも重いんですよ、 780g ということで、これより 200g ぐらい重い。そしたらこれじゃないですか、やっぱりこのね28-200っていうのは本当魅力的で、外に持ち出して、旅行とかだったらもうこれ1本ですよね。今まではこの28-75使ってたんですけど、これ1本で大丈夫だと思います。しばらくねメインチャンネルでも実は使ってました、全然問題なかったです。オートフォーカスも、ちゃんと、追ってくれるし、ブリージング全然ない、さすがタムロンと言ってもいいぐらい。生配信でも、使えましたが、この以前のね、RXD の方、初代の方もう遜色ないです、普通に使える感じ。もちろん写真撮った時の細かい違いとかはあるかもしれませんが、こと動画で言うんなら何も問題なかったです。でね、F2.8 からどういうふうにこう F 値が変わっていくかというと、もちろん 28mm の時は F2.8 で、そこからね 35mm までは 2.8 で使えます。 35mm から F3.2 ということで、そこからね 50mm までは F3.2、 50mm から F3.5 に変わって、まあ F3 ぐらいで使えるんですよね。そして 70mm から F4.0 に変わっていく、こんな感じで変わっていくので、結構ね問題ないんじゃないかなと思います。そしてね僕はやっぱり外で使うことがこれ多いんですよ。なので、外だったら、日中だったら全然問題ないですね。開放で撮っても F2.8 とか F3 台だったらもう全然使えますし、そもそも僕ねあんまりこう F2.8 ですら撮らないことが多いんですよね。あんまりこうボケボケの写真って好きじゃなくて、時と場合によりますよ、もちろん何でもボケてるっていうのが好きじゃなくて、結構こう絞って撮ったりもしますので、そうやって考えたら F5 とか、外だったら全然もっと F6 とか7とか、
普通に使うので全然問題ないかなと思いました。はい、そしてね、室内で使う場合も大活躍してるんですよ。これね、今もう一つのサブカメラの方で、手元撮ってますけど、サブカメラの手元撮るときはやっぱりズームがね結構、効いた方がすごい助かるんですよね。本当にねちょっと遠いところに置いて、ズームするっていう、やっぱり近いところに、置いちゃうと、入っちゃうじゃないですか、カメラ自体が。なので入らない遠くに置いてズームするっていうのが一番いいので、これサブカメラ用としても最近は使ってます。今メインはこちらですね、この2875の G2、 これ使ってて、インサート用とかはこれを使ってるということで、これはだから、α7S3 の方についてるんですよね。やっぱり S3 は暗所性能も強いですし、こういうちょっと F 値が動いても全然、はい、問題ないかなと個人的には思いました。まあ、室内で撮ってもちゃんと照明があればね全然問題ないかなと思いますし、そもそも室内だとめちゃくちゃズームするってことはそんなにないと思うんですよ。だから今のところ、まあ、1本だけこうフルサイズでレンズを選ぶってなったら僕はこれを選ぶんじゃないかなと思いました。やっぱりね僕はあの画質とかよりは利便性を取る方なので、まあ、ガッチガチで写真をやるっていうんだったら全然違いますけど、僕はもうライトに使っているので、それだったらもう完全にこれですね、うん、値段も超手頃ですし、こんなレンズが本当あっていいのかと思いますけどね。なんかねこれ当初はオートフォーカス時にたまにこうオートフォーカスが停止するようなバグみたいなものがあったらしいんですけど、それはねファームウェアのアップデートで対応、してるみたいです。あとは、長時間録音の際に画面右端にノイズが発生する現象が発表されているということで、それもねメーカーのホームページに載ってるそうで、それも対応されてるのかな、うん、今は多分大丈夫かなとは思いますね。いやしかしね本当にね純正でいろいろ揃えたいなって前まで思ってたんですよ。ちょっとフルサイズだし、ソニーだし、ソニーの純正レンズを使ってそのカメラの性能を、ね、最大限に引き出したいと思ったんですが、やっぱりねいかんせんこうサードパーティー製のスペックが良すぎてなかなかこう純正レンズにたどり着かないというかね、まだまだやっぱりねサードパーティー製のレンズで使ってみたいなっていうのがいっぱいあるんですよね。やっぱりかゆいところに手が届くとか、スペックが高すぎるっていうものが多すぎて、まあ、この間ね購入宣言したシグマのね、新しいレンズ 600mm までズームできるっていう、それも、来月にはね、届きますし、あとはね 50mm300 っていうのもあるんですよね。それもちょっと気になっててね、まあ、レンズはとりあえずいろいろ使ってみて、ダメなものはどんどん売っていくっていう、処分していくっていう、方向なので、まあ、今どん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 レンズが集まってますけど、ある程度比較とかが終わったらね、処分していきたいなと思いますね。まあ、とりあえずこの初代の RXD は、処分したいなと思っています現在ね。でとりあえずこの28200はね、これから多分使い倒していこうかなと思います。一番多分外に持ち出すことが多いんじゃないかなと思います。であとは来月来るシグマのレンズね、それが多分めちゃくちゃ使うんじゃないかなと思いました、はい。まあ、それはね外用というか完全に室内では使わないと思うんですけどね、はい。そんな感じで、今更この28-200mm を紹介しましたが、僕は知ったのが最近なのでね、僕の中では最新のレンズということでかなり世間とは遅れて紹介しています、はい。まあ雑談でした。それではまた。